はい、ということで GD カメラさんの方でですね、このフィルムカメラの使い方を、教わってきましたので、これからちょっと街へ出てですね、いろんな写真をちょっと撮っていきたいと思います。それでは行ってきます。こう合わせるのは割とこう比較的初心者でもやりやすいんですが、やっぱ露出が難しいですよね。よし、これでいけるかな。はいはい、撮りました。はい、じゃあ次。はい、私は田舎者なんでですね、やっぱり渋谷に来るとどうしてもこう浮かれてくるんですけど、そうなんですよ、自撮りが撮りたいと今ふと思ったんですが、自撮りってね、やっぱり携帯とかスマホが普及する前はなんか誰もやってなかったような気がするんですよ。実際やっぱり自撮りってこのフィルムのカメラで やるにはいったらどうしたらいいんだろうなってこうさっき考えながらですね、まあ、一応このレンズで距離がこう数値でね、調整できるのがありまして、例えばこう一番近くて45センチぐらいですかね。だからとりあえず距離的にはこんなもんだと思うので、これでピントなんとなく、なんとなく合ってる。露出もなんとなく合ってるんで、まあ向きが変わるとね、光の入り方も変わると思うんですけども、おそらくおおむねこれで、なんとなく僕の顔にピントが来てるはずなので、この渋谷の街をバックに自撮りをしてみたいと思います。はい。多分撮れてるんじゃないかなと思いますが、ちょっとこれが上がりがね、仕上がりが楽しみですけど、ちょっとマニュアルフィルムで自撮りをやってみました。おお、すごい。うわ、距離が離れてるとピントがすぐ合うから楽ですよね。人物をちょっと撮ってみようということで、よろしくお願いします。名前が行きます。はい、行きます。はい、よりで行きます。はい、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 行きます。はい、もう一度行きます。いいっすね。じゃあそのまま目線をじゃあこっちにもらっていいですか。はい、はい、いいっすね。はい、さまざまな風景やお花、そして美しい女性も撮影したところで、果たしてこの写真がどのように撮れてるのかということですね、まあ、もちろん確認できませんので、これからこれを現像に、出してみたいと思います。ちょっと自信が、なんせ初めてなんでこのマニュアルカメラ、ちょっと自信がないですけども、どんな風に撮れてるのか、これからちょっと現像に出してみたいと思います。